到着。秋って感じやな。こっちばかすげえ。久しぶりの2回目幕かな。60幕中一番最初に買った幕。キャンプ始めた頃やね。に買った幕を持ってきました。動画ではまだ残ってないもんね、最初の頃は。なのでそれを貼りたいと思います。今売ってんのかな。でも見たあんまり見えへんけどな。バイザードーム270、これを一番最初に買ったからね。懐かしいな。あれ以来貼ってないもんね。では貼っていきたいと思います。まあ、スターターセットっていうやつで買ったから、グランドシートもついてるし、インナーもついてるし、全部あるのね。便利っちゃ便利やけどね。もうバイザーやね、バイザー。こう まあ、そこにポールが入らへん分バイザーで出さないとどうしようもないもんね。ああ、そう、こんなんやったっけな。なんかすごい懐かしいわ。ほい、久しぶりにきっちり貼ってみた。いつもいい加減に貼ってるけど。すごい面白いね。最初貼った頃とえらい違いよね。楽しい。大きいよ、なかなか。270-270やったら。キャンプ人生も成長するもんやね。お前こんなに綺麗に貼ってなかったような気がする。すげえ。簡単っちゃ簡単やねんけど、いい幕だよ。ベンチでないけど。でも上はインナーの上はメッシュやからね、それで空気は抜けるはずなんで、あそこまで張り出せばよし。だから、ウイングの方を張り出していきたいと思います。はい、跳ね上げできましたけども、マット忘れた。なんで忘れるかな。うわ、今日銀マットなしやで。下に引くもんあらへん。あそこ、ここ何引こう、ちょっと考えますわ。マット持ってきてへんで、すごいよな。ワンズどこで休憩すんでんな。あー困った。おう、そういえばこれスターターパックだろうね。だからインナーがついてるんですけど、インナー分割式なのね。ということは半分引いて半分前に出せばいいんや。うん、それでいこう。変なの。前がそんな感じで、後ろがあんな感じ。本当はそこに2枚引かない、こっちと向こうで2枚なんですけど、前に引いた。これでなんとかなるっしょ。よいしょ。まずそしたらこの滑り止め、いつもの。
使わなかったけどな。でも次来るやつはすごいよ。ダウンが 4500g 入ってるやつやから、あれちょっと楽しみやねんけど、12月の7日になんか着くらしい。それまではこれ。いつもと一緒で、薪を2つ買ったら寒いよって言われて2つくれたそんな使わんやろうと思うね。まあまあまあ、広葉樹じゃないから、針葉樹やから、そんなに 重さはないからね。すぐ燃え尽きるとは思うけど、4つ余ったら返します。ありがとうございます。笑える、いつもの倍、すんごい量なんだこりゃすんごいな。いや、湿気あるからさ、全部積んでみたけど、はい、これでいきたいと思います。はい、それではね、設営完了でございます。よいしょ。あ、いいやいいや、こじんまりしてて2727でしょ。全然中広いわ。ワンズと寝るにはちょうどいいぐらいね。ドッグサイドがあると便利やね。何も前室とか作る必要ないもんね。助かる。さあ、こんな感じで用意ができております。よーお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 お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 お最近なんかちょっとショックレスハンマーっていうのに凝ってて、これなかなかいいですよねなんかクラフトやるときにね、どうしても買ったらすごく便利なので、よいしょ。白樺があったらやっぱり早いわ。おしまい。いっぱいあるからな、うち白樺はむちゃくちゃあるからな。草作った後の絶対草の時取るから、もったいないもんだって。宝物のようにして置いてある、なんかいっぱい落ち葉だけでもいいよね。ね、これ作ったやつ2つしか作ってないんだけどね、これでやっとできるようになったよ。日が暮れるのが早いの。
日が暮れんのが早いの。まだ5時なってないねんで。こりゃねえ、もう暗いで。夏至近くなるとやっぱり来月夏至やもんな。しょうがないな。さあ、そしたらちょっと今日の夜はカレーやっとカレーが食べれるよ。なのでちょっとお湯沸かしてお茶でも飲もうかなと思います。はい、沸くの早いっすね。それではいただきます。あ、うまっ。あ、やっぱうまいな。あ、最高。イエーイって、もう真っ暗やんけ。はい、それではランタン明かりをつけました。明るいな。よし、これで見えるっしょ。1合半ご飯炊きの方からしていきたいと思います。とりあえず水漬けしないとご飯食べれないから。はい、はい、それではカレーの段取りをしたいと思います。ね、持ってきたよ。ルー。忘れるからないつかね。玉ねぎ、じゃがいも。あれ、人参どこ行った？あった。人参と、ヒズっていうところ。うん、なんか、すごくいいお肉だそうです。それと筋肉、この2つで、カレーを作っていきたいと思います。とりあえず、カレーの仕込みとご飯と、ご飯の上の重りがない。重り探してこなくこんなんでええやん別に。ちょっと大きめの石がいいんだかな本当。よし、さあ、あとは炊けるまで我慢ですね。はい、ワンコはねここで寝てまんねん、なんか。ご飯の方はね、もうなんか炊き上がってた。パンパンやけど。どこも。1.5合。すり切りいっぱいまで来たね。よし。それとカレーは、もうちょっと煮込もうかな。ええ感じではなってるけど。もうちょっと煮込んで、トロトロにしたいと思います。鉄鍋の牛すじ煮込みカレー。よっ。美味しそう。鉄鍋いいよね。美味しそう。これはいけますぜ。はい、それではね、そろそろ食べたいと思います。さあ、うわ、さすがにな、お皿これは作られへんからな。こんなでっかい木ないし、これ継ぎ合わせやし。スプーンは自分で作ったやつやけど、
国産も自分やけど。さ、よいしょ。うお、パンパン。すんごいな。これ誰が食うねやろ。1.5 合も炊いて。とりあえず半分にしとこうね。半分でも強烈やでこれ。こんなにあんで、半分でこんだけあんで、すごいな。ちょっとこれ置いとこう。よいしょ。伸びるかな。よいしょ。そしたら、カレーを入れたいと思います。よいしょ。うわ、美味しそう。見て見て、すんごい美味しそう。筋がもうなんか、えらい柔らかくなってるよ。人生、これで2回目のカレーかな。外で食べる。ほんまにカレーってせえへんからな。よし、もうちょっとこれ、いいわ。もういいや。そんだけ。ちょっと外、それでいい。よし。はい、できた。完成。美味しそうくない？煮込んだぞ、だいぶ。牛すじ煮込みカレー。では、いただきまーす。外れへんな。外れなしよ。おいしい。これ腹いっぱいなんで。食えるだけ食ってやる。どこまで食えるかわからへんけど。では食べていきます。この前の缶詰のカレーよりよっぽどわしの作った方がうまいよ。全然違うや。うん、最高。全部入れたら重たくて持てへん。すごい量になったよこれ。食べれんのかな。だってカレーのルー4つ入れたで。はい、とりあえず全部食べました。しんど。お腹いっぱいしすぎて。ご飯でしょ、お皿でしょ。ちょ、水つけとかんと取れないと思って水入れときましたけどね。ちょっとこれふやかさないと。焦げてはいないんですけどね、取れないから。よし、はあ、黒ウーロン茶。はあ、お腹いっぱいになった。6時半やで。まだ早いな。どうしよう。夜もっぱいご飯食べんのかな。一応パスタの用意はしてきたんやけどね。明日の昼食べようかな思って。でも10時からライブせなあかんから、インスタのね。なのでどうしようかな。一回寝ようかな。とりあえず片付けてから、ちょっと休憩します。では、よし、よし、
あと、はい、こんばんはです。あと7分でライブの方やっていきたいと思います。もうみんな疲れて寝てますけどね。あれ、はい、こんばんは、お疲れ様です。よいしょ。さあ、ちょっと一段落しましたね。結構降ってるよ、パラ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 と。なんかいっぱいついてる。ライブ中継でね。はい、こんばんは、お疲れ様です。はい、ライブは楽しいですね。あっという間に1時間終わりましたね。お疲れさんでした。そうね、なんかロープワークが皆さんお好きなようで、今度一本ロープワークだけであの動画作らせてもらいますわ。そんなおもろいか、ロープワークって。地味な作業やと思うけどな。私は早結びたいから、もうパパパパってやってしまうけどね。早結んで早設営したいから。そんなあの何、こう、ああそうやなとか思いながらやらんもんね。もう早終わらしたいみたいな感じやから。よし、さあ、これ好きやねん、おいしいな、デンスケのめっちゃ好き。でもだいぶええ時間やでな、ちょっと冷えてもきたし、もうすぐ12時やん。1時間ライブしてましたね。さあ、ちょっとあのお菓子食べてお茶飲んで、で幕内にこもりたいと思います。でもさあ、そしたら幕内にこもります。もう今日はワンズとザコネです。それでは皆さん、お疲れ様でした。